こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。キララファンタジー始めていきましょう。ずいぶんと早いのだな。彼女とは大違いだ。いい感じよ。ちょっと疲れたけど。すごいわ。どう？どう？よくできました。これからお出かけ。え？私も？よーし、頑張ってくぞ。体を動かすのも大事だよね。すみません。ちょっとお願いがあるんですけど。言わない。先輩たちは今何してるのかな。助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れます。さて、新章が始まったはず。あ、ないんだ。むしろメインクエストが新章追加でした。悩むな。進化素材集めよう。リスクは伴うが。いや、最強軍団で行こう。これですね。これでいこう。ちょっと攻めは甘いかもしれないが、チノ。よーし、行くぞ。覚悟するです。強くないかな。アズニャンは当然これからスタート。手加減しませんよ。勝てばいいな。さあボス、あんな強くないじゃん。サポートします。じゃあボーナスステージってことなんですけど、アズニャ攻められてる。本気の力見せてやるです。アズニャまっすぐだ。アズニャー、アズニャー、やったー、勝ちましたよ。アズニャばっかり使ってたよな、最初の頃は。まあ最初に引いたのが多分アズニャだったからじゃないかな。なるほど、シンカリオンがたくさんあるんだ。まあ囲碁楽なんで、虹を集めた月ばっかり行きましょう。でもそうか、多分このメンバーでも勝てそうだな。じゃあ、なんかどうしたんだろう。
強したそうに待ってる。あ、足ひれが歩きにくい。相手してやる。これで勝てる？勝てちゃう？勝てない。攻撃力は無視できないか。そっちは任せる。何があるかわからないからな。ほら、手貸すから頑張りな。やるっきゃないよね。負けられないんだ。肩をつけてやる。意欲が湧いてきたぞ。さてやるか。ここをこうして。よし、回収ができた。私の仕事に妥協の二文字はない。これで仕上げだ。こいつはおまけだ。おお、強い。さあ、防御された状態で次のターンに行きます。こっち来るな。そんなにダメージ与えられない。ほらほら、頑張れ。私すみません、立ちくらみのような。うわ、今ぬめってした。それあまり強くない。無茶すんな。ロータンクだ。お役に立てるなら。まあ、死ぬなよ。やるしかないみたい ね。やってやろうじゃない。あれ、これってこんな攻略だっけ。あれ、これってこんな攻略だっけ。別にあの子行きます。やるしかないわね。35までいってる。こんなたわらわの力が必要か。仕方ないね。すごい、78000。修行の成果が出たわね。結構えぐい。スタチオゲットです。状態でメインクエスト行ってみるか。好きに出歩けるのは何年ぶりだろうか。まあ、相手が強いと考えして油断はしない。よく考えたらよ、あっちの味方をするべきだったのではないか。記憶にないけど、なんか親近感の湧く顔つきだったし。いいえ、リリス様はこちらにいてください。はあ、今日もなんとか守れた。ええ、ギリギリだったけどね。助けてくれて感謝するわ。モモ様、ミカン様、大丈夫ですか？リリス、大丈夫。そっちこそ無事。魔王シャドウミストレスは強敵だから。シャミ子様が強敵。敵になっちゃってんのか。ええ、いつも苦戦させられてるわ。確かにさっきの戦いでも。でもシャミ子が悪者なんだよ。何かおかしいわけ。シャミ子様があんなに強いはずはないんです。確かに。それにね、もう
一つおかしなことがあるの。リリスさんやモモさん、ミカンさんからシャミ子さんへのパスが感じられなかった。そんな、皆様の間に絆がないだなんて。使えるキャラクターなのに。どうせあのうつかいってやつが何かしたんでしょう。ありそう。きっとそうだろうね。はあ、つまりは私のせいってことだよね。そろそろ死んだ方がいい？崖とか探す？うつつさんのせいじゃありません。だから死なないでください。とにかくうつかいについて調べてみよう。うつつのことも何かわかるかもしれないし。それで私のせいだったら消されるんでしょ。その時は人思いにやってよね。だからそんなことしないってば。しないよね。あなたたちうつかいについて知ってるの？ええ、まあ。怖いな。噂をすればまた。緊張してきちゃった。アシスタントの経験を生かします。今は我慢の時だね。喧嘩一滴。誰も怪我させません。ひとっと。どうかな、聞いたかな。外周一色。それこれも地道に強いかも。外周一色。当然の結果。突然知らない世界に放り出される。魔物は私を狙ってる。周りは陽キャだらけ。隠れてたやつも全部やっつけたかな。今何だったの？多分大丈夫だと思うけど。それでさっきの話なんだけど、うつかいって何？ここは結局どこなの？話せば長くなるのですが。というわけで、お二人はおそらくオーダーという魔法で連れてこられてしまったんです。うすうす分かってはいたけど、良くない力で無理やり連れてこられたってこと？元の世界に戻る方法はあるの？あるはずです。それもうつかいを追っていけば分かるかと。なるほど。それにしてもこの旅はちょっと得意なケースが続きますね。このことはしっかり書き留めて、帰ったらソラ様にお話しして差し上げなくては。やけに嬉しそうだな。ランプはクリエメイトのことや晴天のことが大好きだから。でもその晴天だったっけ？それに私たちのことが書いてあるの？はい、皆様とシャミ子様とのほのぼのとした戦いや日常を楽しく読ませていただきました。ほのぼのとした戦いね。あの凶悪な魔王シャドウミストレスと私たちがそんな風に過ごしていたとは思えないけど。うむ、世もさっぱり記憶にない。あれ本当に世の子孫なのか？リリスさんのことは覚えてる。町のヘッポコ魔族。貴様著しく失礼だな。もう少しおやまえ。でも確かに三味線とどうやって知り合ったのかは覚えてない。
それもお使いの仕業なのかな。カキカキ。ん？って、うつつ、何一人で地面に絵なんか描いてるの？うるさいな。放っておいてよ。別に私がいなくても話は進むでしょ。そういう問題じゃないだろ。うつつにだって関係してくるかもしれないのに。だって魔法少女とか明らか妖怪じゃん。何話していいのか分かんないし。普通に話せばいいじゃん。やっぱりこの変な生き物嫌い。とにかく鍵はきっとシャミ子様にあります。シャミ子様と話ができればいいんですけど。シャドウミストレスなら秘密基地にいるはず。そういえば前に言ってたわね、秘密基地があるって。じゃあまずはそこを探そう。好きに出歩けるのは何年ぶりだろうか。異世界とは良いところだ。なぜだ、あの魔法少女たちを見てるとモヤモヤする。記憶喪失かな。こんな感じじゃなかったような。本当は本当はあれなんだっけ。私誰、急に出てきた。シャミ子ちゃん、騙されちゃダメだよ。騙される？そう、シャミ子ちゃんが晴天の世界で不幸だったのは原作全部魔法少女の呪いが原因なんだから。そうかな。そうかも。シャミ子ちゃん、本物のパンケーキ食べたいよね。モモが悪いんだよ。ふわふわで生クリームもフルーツもたっぷり。はそんな贅沢許されるんですか。こいつをしようと思うの。お豆腐とご飯で水増ししなくていいんですか。うわ悲しい。いえ、あれはあれで美味しいんですけど。美味しいか。パンケーキといえばやはり SNS で映える系が。あいつらをやっつけて聖典を破壊すればきっと食べられるようになるよ。お小遣いだって月500円どころか5兆円だって夢じゃないの。5兆円欲しいです。欲しいよね。不健康なのも魔法少女の呪いのせい。そうだったんだ。聖典の物語はあなたから全てを奪ったの。魔法少女の呪いのせいなんだ。健康に走り回りたい。綺麗な家に住みたい。5兆円欲しい。みんなが仲良くなって欲しい。あれ？でも晴天の世界じゃそれは無理。シャミ子ちゃんには不幸な呪いがかかってるから。だから憎むのあいつらを。そしてそんな悲しい世界を描いた晴天を。憎いです。晴天憎いです。目指せ5兆円とふわふわパンケーキ。それでいいのシャミ子ちゃん。その絶望のクリエは二日酔いを生んでくれる。そして世界を壊すの。ダイナモンズどう？私がいなくてもうまくやってるの？なんだこれ。何よ、さっさと言いなさいよ。怒らないで。ちゃんとお使いは増やせてるの。あ、
そ、グズのあんたにしてはうまくやってるじゃない。でもやっぱり一人じゃ不安で、お姉さま来られないかな。なによ、あたしがいないとダメなわけ？ほんとグズね。いいわ、そっちに行けるように頼んであげる。でも私が行くまでに失敗してたらただじゃ置かないから。わかった、ちゃんとしなきゃ。仕置きされたいです。お姉様にお仕置きされちゃう。それまで私だけで。でも大丈夫だよね、ハイブリッド様からお借りしたこのリアライフの力さえあれば。健康職員みたい、リアライフって。キララもランプも私みたいなミジンコの面倒を見たっていいことなんてないわよ。もうエネミータイプ見てると相対しちゃうな。単純に強いメンバーでやるしかないような気はする。もしくは赤か、赤行ってみよう。みたいで、ちょっ、でも秘密基地って一体どこにあるんだろう。秘密っていうくらいだから隠されてるんじゃない。そりゃそうだろうけどさ。町の人たちみんな落ち込んでるね。早く何とかしなきゃ。はい、聖典を奪われるなんてひどすぎます。私にはよくわからないけど、大事なものを奪われるのは辛いよね。大事なもの、あれ、なんだっけ。あなた様子おかしくない？大丈夫？どこかダメージ受けてる？いや大丈夫。それよりこの町の様子は何とかしたいよね。そう、この町私より不幸そうな人ばかりで逆に安心するけど。またうつつはそういうこと言う。だって幸せそうな人ばっかり見てると死にたくなってくるし、私なんかが幸せになれるわけないから。だったら不幸そうな人ばっかりの方が落ち着くっていうか。え、暗くない？ あなた大丈夫？一緒におしゃれめのカフェとか行く？ひ、世の中のようだ。来ないでください。ダメだよミカ、怖がってるよ。こういう子は筋トレから始めよう。え、なんで筋トレ？意味わかんない。体を動かしてれば嫌なことも考えなくて済むから、とりあえず走る。やばいやばい。無理っていうか近づかないで。光で目が焼ける。死ぬ。うつつはヴァンパイアか何かなの？大丈夫、初心者でもペースさえ作れば3キロは走れるから。そのセリフ、シャミ子様と初めて一緒に走った時のセリフですね。私が魔王と走る、覚えてない。そんな、仕方ないよ。とにかく秘密基地を。今の声、見過ごせません。行きましょう。あんなの放っておけばいいのに。ふう。でも
私だけ何もしなかったら後で文句言われるかもだし、行こう。一汗かいてお風呂に入りましょう。みんなを守って。痛いの、行くわよ。ダメだ、あれが来なかった。私も頑張るから。これ一体、あれ体調が変。危ない。ピヨ弱いかな。なサポートするわ。うん。モーリー、アーゲ、ヨー、えい。これでどう？厳しいわね。私も頑張るから。吹かせない。いや。いや。いや。やむを得ないね。こんなのどうってことないわ。いつでも行けるわよ。石鹸を。あら、ありがとう。温泉に浸かる前に綺麗にしましょう。あなたは綺麗にしましょうね。洗い残しはないかしら。いい湯加減。うん。染み渡るわね。伸ばせちゃったかしら。ようやく。こんなのどうってことないわ。交代の時期。体調が変。向かってくるなら戦うよ。ドーンと行っちゃうよ。一丁やりますか。クリティカル。やっちゃって。僕の力では朝飯前かな。ユーリが条件達した。キララもランプも私みたいなミジンコの面倒を見たっていいことなんてないわよ。中三節。晴天を破壊しないと。お小遣いが月10円になって、パンケーキは 100% お豆腐の冷ややっこに。豆腐ってそんな安かったっけ。冷ややっこも好きではあるけれど、貧しいと醤油も買えない。定食屋のダクトの匂いを浮かずにお米を食べる魔族になってしまいます。辛い。ちょっとやりすぎたかな。でもいっか、絶望のクリエは溜まってるもの。晴天もちゃんと汚染されてるよね。よかった、どんどん黒くなっていってるの。これでお姉様に怒られなくて済むの。呪いが、魔法少女の呪いが憎いです。どうなってしまうんでしょうか。この絶望のクリエがあれば、私たちを苦しめた晴天の世界は破壊されるの。その代償に絶望のクリエを吸い尽くされたクリエメイトは消えちゃうけど、いいよね。だって今まで私たちをたくさんたくさん苦しめてきたんだから。目
ソポタミアになかった珍しいものがいろいろあるな。学校暮らし？有利ですね。あはあ。コミカード不足しています。やってみよう。買っていったらそんなにないからな。第二部を売る場所ですね。しかしそんな関係なくノーマルガチャ行ってみましょう。星4以上確定ですが、シャロ、お、また来た。ほい、あ、星4か。お腹めしいな。大見合い、星4は続きますが、星5が欲しい。なかなか続きませんね。村上椎名です。私がナイトですか。仲間を身を挺して守る重大な仕事。 SNS 部の部長と同じように皆さんに頼っていただけるように努めます。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。とっておきレベルアップ。大宮イサムもとっておきレベルアップ。朝は鍵の手入れをして、あとは私が頑張らなくちゃ。早朝、早起きはどれにする？交渉成立。やっぱコミュカードでしょう。交渉成立。なんだこの35って。受注できるのは35ってことか。じゃあメリー行ってみよう。
もう一個。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。気温かな。ほぼ星5ですけどね。アズニャン、受注。精進あるのみだな。もうちょっとなんですけどね。ゆうちゃんに報告だ。進化の条件を見なくちゃ。70になったら進化できますけどね。キャラクターはレベルが不足しています。まあこの辺は70にならないといけないってことですね。今100を超えてる星5は、まあこれだけいますね。18人か。私が頑張らなくちゃ。すみません、ありがとうございます。すっごく助かりました。はい、ということで本日はここまでです。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。メインクエストをクリアしていきました。これってハードは遊べるってことかな。遊べるものは一緒なのか。バトルがないんで半分かどうかわからないってことだよな。まあここでもさらに票を稼げるってことですね。
はい、ということで、ここまでしたいと思います。中野あずさです。親がジャズバンド。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄にブログ、ツイッターのアドレス、さらにキラーファンタジアをはじめとするゲームのアドレス記載しております。ぜひこれらご覧いただけていただければ嬉しく思います。またツイッターのフォローもぜひお願いします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。